マキコ補給地区補助施設で、米陸軍第7心理戦部隊が編集していた、主例の光。総刊号は1959年。カラーで約10万部印刷され、無料で配布されていた。主例の光は、1959年から1972年まで、当時の琉球政府統治下の沖縄諸島において発行されていた雑誌。 当時琉球を支配下に置いていた琉球列島を舞い、国民政府によるプロパガンダを目的とした雑誌である。発行元は琉球列島高等弁務官府であったが、実際の編集業務はアメリカ陸軍第7心理作戦部隊が担当していた。発行部数は約10万部で無料配布されていた。当時の沖縄では今日の琉球と並ぶ情報誌であった。 雑誌の内容としては、沖縄の住民に軍の良さを理解させ、駐留する必要性を知ってもらうことに主眼が置かれ、当時ベトナム戦争などを戦っていた米軍へ兵力、物資を供給する広報支援基地としての沖縄に対する専務が重視された。また、米軍基地の撤去運動や、いわゆる沖縄返還運動などを抑える狙いから、琉球は日本ではない。 琉球は独自の文化を持った独立国だったといったメッセージも多く載せられたが、これは、ポール・ウ・キャラウェイ高等弁務官の方針によるものであった。2012年に富士出版が DVD 全5枚と解説、作品などが収められた別冊を復刻している。ありがとうございます。